じゃない？大きさも他のモンスターさんよりずーっと大きいです。やっと見つけたわ。みんな逃げられる前に倒すわよ。この私が直々に相手をしてあげるわ。しっかり準備してっと。私の番ね。覚悟なさい。これでとどめよ。私のターン。本気出しちゃうよ。女神の力見せてあげるわ。セイ、正面から切り込むわ。私のターンね。そこ、よし。動けなくなればこっちのものよ。やられたいの誰？確実に当てていくわよ。決めさせてもらうわ。そこ、正面から切り込むわ。私の番ね。覚悟なさい。これはおまけよ。取っておきなさい。さっさと終わらせましょう。うかつよ、しびれるわよ。決めさせてもらうわ。さあ気合を入れていくわよ。私の番ね。もらった、カオスエッジ。さてどうしようかしら。よし、動けなくなればこっちのものよ。私の番ね。遅い、ジャンピングアーツ。痛くないわよ。今が使い時ね。念のために使っておくわ。私の番ね。セイ、ジャンピングアーツ。私に任せなさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。こんな攻撃、ね、念のために使っておくわ。相手は誰？セイ、正面から切り込むわ。私の番ね。邪魔よ。これでとどめよ。いった、さっさと終わらせましょう。まあ使っておくに越したことはないわね。私の番ね。なんで私か。今が使い時ね。勝つまで何度でも立ち上がってみせる。やあ、ジャンピングアップ。私のターンね。まあ使っておくに越したことはないわね。私に任せなさい。邪魔よ。これでとどめよ。全然痛くないわ。確実に仕留める。正面から切り込むわ。私のターンね。まあ使っておくに越したことはないわね。お前も落ちてこい。念のために使っておくわ。お礼はたっぷりさせてもらうわよ。覚悟なさい。私の番ね。今のうちね。まだまだ。魔界将ゴーエン。さっさと終わらせましょう。一気に行かせてもらうわ。相手は誰？私は負けない。私のターンね。落ちてこい。念のために使っておくわ。冥界の魂になるところだったわ。私は負けない。力不足がこんなに悔しいなんて。いやー、今回も楽勝だったね。ノワールも意外と強いし。まあ当然よ、あなたもなかなかやるじゃない。ノアちゃんに褒められた。なあ、誰がノアちゃんよ。変な呼び方しないで。
それに褒めてない。さっきまでと比べて随分仲良くなったじゃない、あの二人。昨日の敵は今日の友です。仲良しが一番です。シアンの武器のテストも無事に終わったし、今日はひとまず帰りましょう。ただいまー！シアン、武器のテスト終わったよー。お、意外と早かったな。それで、アブニールの方はどうだった？その話なんだけど、今回はハズレだった。分かったのは、アブニールが新しい工場を建てようとしていることくらいね。あいつら、また工場を作るのか？工場がどうかしたの？別に企業が工場を新設するくらい、驚くほどじゃない気がするんだけど。お前らにとっては人ごとかもしれないが、こっちはアブニールが次々と工場を建てるせいで、自然破壊が深刻なんだ。あいつらのせいで、この数年間にいくつ森が伐採されたことか。このままじゃラステーションが住みにくくなってしまうです。それを防ぐためにも、もう一度アブニールの仕事を受けてみましょう。そうね、今回がダメでも次で情報を手に入れられるかもしれないわ。でもって隙あらば秘密工作しちゃうもんね。おいおい、あんまり過激なのはよしてくれよ。ほう、あの方をつけてきてみれば、これはまた面白い話をしているようですね。そうですね、ここいらで一度我が社に逆らうとどうなるか、身をもって味わってもらうとしましょうか。バイブラステーションの状況が分かってきたわ。これがネプテューヌたちのおかげっていうのがちょっと尺だけどね。けど消せないわ。国の発展のために企業が力をつけるのは分かる。むしろ早くプラネティウヌに追いつくために私が推奨したいくらい。なのに行き過ぎた自然破壊はやりすぎよ。いくら科学が発展しても、それで人が住みづらくなってしまったら元も子もないわ。アブニールか。このまま国を乗っ取って何をしようとしているのかしら。国がこんな状況じゃハード戦争なんてやっている場合じゃないわ。それにムカつくけど、ネプテューヌもそんなに悪いやつじゃなさそうだし、今さら倒すなんて、そんなことできるわけは。ノワール、今度こそ一緒にプリン食べよう。あれあれ、またまた驚かせちゃった。ごめん。もうあなたって人は。で、今日は何の用よ。うん、美味しそうなプリン買ったから、ノワールと一緒に食べようと思って。ごめんなさい、今はちょっとそういう気分じゃないのよ。ノワールも。アイちゃんとコンパに断られ、そしてノワールにも断られたら、私は一体誰とプリンを食べればいいの？一人で食べればいいじゃない。分かってないな、ノワールは。プリンっていうのはね、一人で食べるより誰かと一緒に食べた方がずーっと美味しいんだよ。だとしても寝る前に甘いものなんて嫌よ、太るもの。それにもう眠いし。そっか、そういうことだから今日はもう寝るわ。それなら仕方ないよね。ごめんなさい。ううん、気にしないで。こんな時間に誘った私も悪いんだしさ。
うん。はぁ、ノワールと一緒にプリン食べたかったなぁ。けど、ん？あなたがどうしてもプリンを私と一緒に食べたいって言うなら、一緒に食べてあげてもいいけど。本当？ええ、あなたがどうしてもって言うならね。うわーい！ノワール大好き！ノワールならきっと一緒に食べてくれるって信じてたよ！ちょっと、ネプチューヌ、いきなり抱きつかないで！ごめんごめん、つい嬉しくてさ。で、なんでプリンを食べるのに外に出なきゃいけないのよ。ふっふーん、ノワールは知らないと思うけど、プリンって外で食べるともーっと美味しくなるんだよ。ほら、夜空も綺麗。ほんと、綺麗な夜空でしょ。この間一人で食べた時に偶然外に出て気づいたんだ。あ、その、この間はせっかく誘ってくれたのに断って、その、ごめんなさい。気にしないでよ、私が強引に誘ったのも悪いんだしさ。それに今日こうやってノワールと一緒にプリン食べられたから。まったく、あなたって人は。ねえネプテューヌ、一つ聞いていいかしら。何？預金残高以外だったら何でもいいよ。もし、もしもよ、あなたが女神様だったとして、今のラステーションを見てどう思う？大陸とハード戦争、あなたならどっちを取る？私難しいことはよくわかんないよ。おまけに女神様じゃないし。もしよ、もし。私なら困ってる人が目の前にいれば、まずは助けてあげたいかな。それで、ハード戦争だっけ？それがダメだったとしても、私が女神様なら、助けた人の笑顔があれば、それはそれで満足だもん。あ、あとおやつのプリンね。ネプテューヌ。あ、取ったの？ノワール。いえ、なんでもないわ。それはそうと、あなたの卵プリンもちょっと美味しそうね。一口くれないかしら。いいよ。じゃあノワールのチョコレートプリンも一口ちょうだい。ええ、いいわよ。はい、あーん、はん、ほんのりビターなチョコがなんとも絶品な味わい。まさに、まゆー。もう、あなたばかり美味しい思いをしてずるいじゃない。ほら、私にも。あーん。はい、あーん。こっちのプリンも甘くて美味しいわ。でしょでしょ、一人で二つ食べるより、こうして食べた方がずーっと美味しいんだよ。そうね。ねえ、ネプテューヌ。ん？ありがとう。ラステーションとハード戦争。そうよ。答えは最初から決まっているじゃない。